猫パラ。よう、箇所、休憩入るぞ。おとといまでよりはまともだよ。仕事は遅いけど失敗するより200倍マシだしな。まあ、あの調子で慣れりゃようやく戦力として数えられんじゃねえか。これも箇所がナッツのアホの鼻っ柱を折ってくれたおかげだな。てめえはダメ猫なんだから、ダメ猫なりにやれってことだろ。それを鼻っ柱を折るってんじゃねえか。キキキ。ま、ナッツに必要だったのはまさにそれだしな。無理すんな、私が言っても聞かねえし。ま、何言ったか知らねえけど、いい傾向だろ。これでも一応一番年上だしな。私がやんなきゃしょうがねえだろ。モンシナとかプルメイなんかはもうほっといても心配だねえけどよ。困ったことに、ナッツはでかいのは体とおっぱいだけだからな。ほんと、ガキすぎて困ったもんだぜ。もう、だいたい察しはつくけどな。ずっと末っ子で甘えっぱなしだったけど、だんだん体がでかくなってきたとこに、ショコガニの2匹が来たからな。頑張ってお姉ちゃんにやろうと背伸びしようとした結果が、あれってとこだろ。てめえもまだまだ子猫ちゃんのくせに、うん、そうなこと考えやがって。一緒になって甘えてりゃいいのに、困ったもんだ。そうだ、私は大変なんだぞ。ソロに店の仕切りまで押し付けられちまうしな。感謝の気持ちにうめえもん食わせてもらいてえもんだぜ。あ、そういやこないだテレビで1杯2万5000円の大間マグロ丼が紹介されてたな。預けたらそんな甘えた声出しちゃって、なんだかんだ言ってやっぱり小豆もお兄ちゃんに甘えたかったんでしょ。ちっげえ
えよ。おめえみてえな子猫ちゃんと同じにすんじゃねえ。その子猫ちゃんと同じように喜んでたくせに。ちげえって、今のはカシオの手がくせえから出たフレーメンだ。フレーメン、フレーメン、フレーメンね。あずきのフレーメン顔は可愛いんだね。この野郎、調子に乗りや